きあったぞ。Thank you.
か。最後ゲートを開けてくれ。あー、だよな。あり。あー、いや、奴らが出てきたんで思いっきり閉めたら鍵がな、その…今ブライトフォールズの町を出ようとしてるって言ってくれ。アンダーソン農場へ行く。そうじゃないかと思ってたさ。いいか、この会社はめちゃくちゃでかいぞ。こいつが片付いたら金輪際暗闇とは関わらないからな。日焼けマシンを買ってもらうぜ。一生そこに住んでやる。それでいいんだ。ついに開き直ったな。確かにお前はイカれてる、マジで。だがおそらくこんなイカれた状況に立ち向かうにはそれが不可欠なんだ。これは現実なんだぞ。アリスをさらったのは奴らじゃない。彼女は湖の底で闇に囚われている。そしてまだ生きている。でもなんでわかる。わかるんだよバリー。アラン、聞いてくれ。俺はアリスを見つけ取り戻す。ここにはあの湖には特別な力がある。アーティストの想像力に感応して現実にしてしまう力だ。だが今は得体の知れない闇の存在が全てをねじ曲げている。全てはそいつのせいで、そいつが俺の原稿を利用しているんだ。あら、分かったよ。全員もアンダーソン兄弟もそいつに利用された。分かったって。こいつは妄想なんかじゃない。現実にヤバいことが起きてる。俺も乗ったよ。やるきゃねえ。アンダーソン兄弟は気づいていたが、薬漬けでとても説明できる状態じゃなかった。でも農場のどこかにメッセージを残してくれていた。そいつを探すんだ。危ない。アラン、大丈夫か。ああ、